料を渡して消えな。喧嘩売っとんか。くそ、なんだこれは。親切はまた別の親切を生むんだ。セラはこの場所を集団墓所として使っていた。だからクリーナーズが標的にした。接触はできる限り避けつつも、ローズが電力を復旧させるのに協力して。彼がまだ生きていたらの話だけど。すなし、補助系電気が捜索中。目標を確認、サブレベル3。なんてことだ。俺をここに送り込んだ奴に、このクソ野郎と伝えたい気分だ。すなし、補助系電気が捜索中。目標を確認、サブレベル3。注意、新たなエージェントが部隊に加入。
によると、ローズはちょっとした要注意人物のようだ。技術は確かだけど、少し奇抜なんだとか。悪く言えば、編集病のバカってところね。現場にクリーナーズの部隊が複数いるという情報が入った。立ちはだかる者を含め、ウイルスを焼き尽くすつもりだ。注意しろ。この計画は地下鉄設備の延長計画として進められていた。ドルインフルの前には完成しなかったが、ニューヨークの工事はスケジュール通りに行った試しがない。注意、経電機を稼働させてください。さっき電気をつけたやつは JTF かイカレ野郎かだな。いずれにしろ助かった。こちらフェイラウ、通信中。ローズ、すぐに助けを送る。誰だか知らんが、第二経電室へ向かえ。死体を見たらすぐにマスクをかぶれ。死にたくなければな。警告、現在汚染エリアに侵入しています。現在汚染エリアを脱出中。通知、第二経電機を稼働させてください。
手が2本じゃ足りない。助けてくれないか。指示を出す。どんなことでも対応する。よし、経電機を交換する必要がある。うまくいったぞ。これでロウアーマンハッタンは安心だ。繰り返せば電力の心配はなくなる。警告、部隊のエージェントが今すぐ助けを必要としています。銃声はお前だよな。そうだと思った。誰かに聞かれたかもしれない。帝国、敵が接近中。帝国、測定値によればこのエリアは汚染されています。通知、第二経電機を接続してください。帝国、敵が接近中。
エージェントが今すぐ助けを必要とっています。警告、敵が接近中。静電気を稼働させてください。よし、嫁が聞くといいんだがな。仕上げは制御室でやることになってる。なるべく早くこの墓場を出たい。おい、ちょっと待て。おさらいだ。すぐに真っ暗になる。再起動なしに電力を基地に送れないから、すべての電源を一旦落とす。いいね。最高級の発電機を使ってるな。担当者はサンディで教訓を得たらしい。これならどんな状況にも耐えられる。入れ替えは厄介だが、運が良ければ。敵が接近中。
これで終わりだ。システムは完璧、ランプは緑色だらけ。ここをラスベガスみたいに明るくできるようになったぜ。誰かがぶっ壊さないよう全てをロックダウンする。それは手伝えないから上に戻ったっていいぞ。俺も終わったら行く。以上だ。エージェント、電力網がかなり安定したようだ。あなたのおかげで活動を再開できる。ローズはすでにこっちに向かってるから護衛の必要はない。戻ったら話しましょう。よう、慣れ合いは嫌いだが、おかげで脱出できた、感謝してる。だがお前は何も感謝されたくて俺を助けたわけじゃないだろう。この場所を元に戻すためだ。政府が定めたクソ基準はゴキブリですらやすやすとクリアできるほど緩いもんでな。頼れるのは民間だ。バーセラで学んだよ。当然だが、町を動かすのは住民の善意じゃなく、電力や水やその他もろもろさ。取り組むのはお前が最初じゃない。災害時もかなりの人員が行方不明になったそうだ。俺には人事じゃない話さ。要するに町を修復しに出たら色々と調べるべきだ。犯人はウイルスか野蛮な連中か、たとえ腐った町そのものに飲み込まれてしまったのだと言われても俺は驚かん。妻はこのクソみたいな町にやられた。俺が生きているのは奇跡だ。空想家が目を覚ますと悲観論者になるそうだ。まあどちらにしてもただのクズだな。さあ行ってくれ。調べるべきことがあるはずだ。だが町に飲み込まれないようにな。働いてこい。まったく。悪くない。この新しい装置できっと良くなる。よくやった。これで熱、水、電気、インフラの監視ができる。いい判断だ、エージェント。